はい、こんにちは、岡田島です。今回はね、X でも告知させていただいた通り、重大情報の発表になります。ここ、牧之原市なんですけど、こちら、去年までTSUTAYAさんだった物件ですね。こちらが、なんと、鑑定団になります。イエーイ！ってことでね、牧之原市民の皆さん、めちゃくちゃ気になってたんじゃないですか。で、オープン日なんですけど、こちらはね、動画の最後に回しますか。はい、これ2階建てになってるんですけど、2階がガレージマーケットっていうお店になります。まあ、鑑定団で売ってる日用雑貨だったりとか、あとは中古家電、レトロゲーム、おもちゃだったりとか、あとはコミックか。とか、そんな感じのを激安で販売するお店になります。結構広いんでね、まあ、むちゃくちゃ楽しめると思います。時間潰しにはね、マジでもってこいなお店になると思います。で、1階なんですけど、皆さんね、鑑定団と言ったらもう、あれでしょ。ガチャガチャと UFO キャッチャーでしょ。これね、フロア1階全部がガチャガチャと UFO キャッチャーのお店になります。やばくないですか？ちなみに SNS もうできてます。で、概要欄に貼ってありますので、そちらでね、情報をバンバンチェックしてってください。でね、今回はね、特別に中入れるということなんで、ちょっと中見てきますか。中で説明します。では、やっていきましょう。はい、お邪魔しまーす。廃墟感やばいっすね。まあ、こっからね、いろいろ彩られてきます。はい、こちらが1階になります。UFO キャッチャーだったり、ガチャとかが置かれるフロアになります。やばくないですか、この広さ。で、右側がガチャガチャコーナーになります。あれですよ。よくあるカプセルトイですよ。カプセルトイの筐体がザーって並びます。こんだけの広さあったら、カプセルトイどんだけ置けるんだよっていうね。まあ多分オープンしてからみんな度肝を抜かれるんじゃないかなと思います。で、反対側、ちょっと見せますね。あんま変わり映えしないか。こっちがね、UFO キャッチャーになります。UFO キャッチャーコーナーも、まあ普通の UFO キャッチャーじゃないですよ。なので、まあこちらはね、また後々情報を開示していきますので、ぜひね、チャンネルと SNS 概要欄貼ってあるので、ぜひチェックしておいてください。はい。で、最後、こちら、真ん中、こちらが、なんと、全部ロッカーガチャになります。やばくないですか？この画角すべてロッカーガチャになるんですよ。ってことはね、分かってますよね、YouTuber さんたち。はい。オープンしたらバンバン取り来てください。頑張って作れますよ。あ、ちなみになんで僕がこれを先行で告知できてるかっていうと、オープン準備、僕、携わらせていただくことになりました。なので、久しぶりに鑑定団を、だからオープン準備から、多分お店オープンしてからちょいちょいだとは思うんですけど、ガンガン入ってきます。はい。まあ、鑑定団のオープンってめちゃくちゃ大変なんですよ。まあ、けどガチャガチャと UFO キャッチャーとあとはガレージマーケットか、全国でもあんまりこういう業態ないと思うんですよね。というか、おそらくないんじゃないかな、この組み合わせは。僕も新しいことやるということでワクワクしております。ということで、ちょっと2階行きますか。2階も見たいでしょ。はいはいはい、2階に上がってきます。階段が綺麗だな、マジで。中古レンタルショップの、ね、名残がまだありますね。はい。で、登って、はい、こちらが2階になります。めっちゃ広い。やばくないですか、この広さ。で、こちらが、まあ全部じゃないんですけど、ガレージマーケットっていうお店になります。まあ、さっきも言ったんですけど、中古雑貨、日用品、あとはレトロゲーム、コミックだったり、おもちゃだったりとか、まあほぼ全般、鑑定団にあるようなものをこう網羅してる、激安のショップになります。こんだけのフロアあったら2、3時間ぐらい余裕で潰れます。って感じでね、まあ今回は告知だけなので、ね、以上になります。で、あ、そうだ、店名ですよ。店名とオープン日発表したいと思います。暗いんですよ。暗い。ではね、店名とオープン日発表させていただきたいと思います。まず店名、静岡鑑定団ガレージマーケット牧之原店になります。で、一番気になるオープン日なんですけど、2024年の9月上旬オープンになります。イエーイ！もう2ヶ月ですよ。先週ぐらいに本格定したんですよ。って感じでね、急ピッチでいろいろ進んでおります。なのでね、ぜひね、静岡鑑定団ガレージマーケット牧之原店の SNS をチェックしてもらって、あとは僕の YouTube 動画ですね、オープン準備とか流しますので、ぜひね、最新情報お楽しみにしててください。って感じでね、牧之原市に鑑定団ができるよっていう重大告知でした。また情報バンバン出していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。ではまた次回見てください。バイバイ。